はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。はい、アツさんです。よろしくお願いします。はい、ということで、今回はですね、今まで使ってきた画材を全部ひっくるめて、そこからランダムで引いた3つの画材で色塗り対決していきたいと思います。まあもう今年も終わり見えてきたじゃない。あとまだ2ヶ月あるから、ね。あるけど。まあそんな今年を振り返りながらやってみたいと思います。はい。では早速いきますよ。レッツ、チェケラー。はい。では今回はですね、この線画に色塗り対決をしていきたいと思います。あ、以前。上げてたやつですね。そう。まあ、この線画はですね、また、概要欄で線画配布しますので、皆さんもよかったら色のように使ってください。はい。では、今回ちょっとやる画材のくじ引きをお願いします。よー、ぬれん。はい。じゃあ、ここにいっぱいね、今まで使ってきた画材を書き出したくじがあるので、はい。3つ引いていこう。わかりました。じゃあ、もういい？一気にせーので。いいよ。じゃあ、3つね、せーの。はい。OK、引いた。はい、ということで早速くじ引き開けていきます。はい、この3つね。じゃあ、順番に行く、1個1個。いいよ。いい。じゃあ、まず私から1枚目。はい。あ、いいの出た。100均マーカーです。めちゃくちゃいいやつ見てんじゃねえかな。100均マーカーということですので、まあ、ここにあるセリアのマーカー、うん、これを使っていきたいと思います。はい、めちゃめちゃいいやつ見てんじゃねえかな。じゃあ、当たり当たりだわ。じゃあ、行きます、僕。これ置いとこうか。お！いいよ。はい。ドットマーカーです。あー、ドットマーカー。割と最近やったアイテムですね。これです。ドットマーカーですよ、僕は。こちらです。先がスタンプのようになってる。これですね。これ、でも割と最近やった企画で使ったペンだから、新しいね。のりみたいなやつね、これ。そう、じゃあこれで塗ってください。ちょっとね、細かいところは難しいけど、発色はこれ綺麗です。比較的いいやつ聞いたわ。まあ、色塗りには向いてる道具だね。じゃあ、次、開けていきたいと思います。はい、ビッグマーカーです。ビッグマーカー。マーカーばっか取ってんじゃん。やばいな。結構ずるくない？色塗りだし。ちょっと色塗りは難しいけども、まあ、映像映えはするビッグなマーカーちゃんたち。でもさ、マーカーばっかだよ。結構良さげだな。まあ、いいよね。色塗りには向いてる。最悪じゃん。いいですね。じゃあ僕行きます。はい。でれん。あ！マニキュアです。来た、マニキュア。マニキュア、マニキュア。俺なんかヘンテコなやつしかなくない？ちょっとね。筆っぽいものが、でも筆っぽいじゃない。マネキュアは筆じゃない、ほら。マネキュアはこれね。はい、どうぞ。ラメもあります。うん、あと、まあ、色は、前100均で買ったマネキュアなので。はいはい、こんだけあります。では、ラスト、私の道具は、こちら。マジかー。やばいの来たわ、これちょっと。レインボーアートです。うわ、出たこれもうさ、ありがとうございます。これ使うのか、レインボーアートは、あざすあざすあの、こちら、あの、スポンジを、こういい、ねいいね、水につけて塗るっていう、もはやちょっと、あんま色塗り向けの道具ではない。マジで最後いいやつ引いてくれた。これか、難しいなぁ。わかりました。じゃあ私はこの3つの画材でやっていきたいと思います。じゃあエス君最後一つどうぞ。でれん。うわぁ、え？トピック。もうそれ出たら勝ちじゃん。あざっす、マジで。ということで、まあもういろんな似ても、アナログ塗りでは王道のこちら。最高級コピックです。でもまあ、コピック以外のやつが悲しい結末だからな。じゃあはい、これどうぞ。重さこれ。はい。はい。ということで、じゃあそれぞれ3つ画材で揃いましたので、色塗っていきまーす。これでやっていくか。じゃあ早速、色塗りしたいんですけど、私はまずこの問題、アートマーカーをやるための道具を揃えないとね。水は持ってきたのよ、水。これね、これをやるにはこの水がね、必要なので、私は水も用意しました。ちょっと危ないから横に履けとくね。うん。あ、懐かしい懐かしいちょっと。だいぶ色がもう、レインボーになってるわ、すでに。すでにレインボー、ね。すでにレインボーや。これはちょっと、結構大変アイテムなので、最後の方に使おうかな。ちょっとこれは後の方に使うためにちょっと取っときます。先にちょっとこっちのやっぱ100均マーカーとかで塗ってっちゃおう。これじゃあもう塗っていい？俺ちょっとこのドットマーカーでまず塗っていきます。はい。100均のじゃあ私はまずマーカーで塗っていきます。まあ、100均マーカーはな、めちゃくちゃ有能だからな。あ、でも、ありがたいのは、このマーカーのおかげで肌色が塗れるんよね。それ本当にありがたい。コピックがあるのに、あえてこれで色頭を塗るっていうね、この選択を、ね。すごいよね。なんか、勇気を。先にコピック使ってから、なんか残りをそれで私ならやっていくけどね、やっぱりね。それじゃあなんかあの万能コピックが一体どの時点で出てくるんだろうっていうのはちょっと気になるよね。万能コピックも肌しか使わない。
あ、肌、じゃ先に肌塗った方が絶対安全だよ。色塗りの時はね。いや別に全然いいんだけどね、自由だからね。ドットワーカーなのにドットの使い方してないんだよな、俺。そうなのよ、そうなのよ。またそうなってるよ、今回も。やべえよ。せっかくならさ、ドットの部分活かしてよ。だってやっぱりこれ、頭をコピックに塗ることにしよう。この100均マーカーは、本当にこうアルコールマーカーに初挑戦したい人にはめちゃくちゃおすすめで、まずやっぱコピックに対して値段が安く買えるから、まず試してみたいみたいなアルコールマーカーを。うん、そういう人にはこれ本当におすすめの商品なんだよね。で、まあまあ、強いて言うとやっぱりでもコピックに対して滲みやすいっていうのと、この毛先のブラシのクオリティがね、まあちょっと落ちるかなっていう感じはするので、100均マーカーでまずはたくさん練習して、なんか自信ついたらコピック買って、コピックで書くっていうのも、なんか私的にはおすすめかなと思います。うわ、やべえこれ。マネキュア使ってんのか。うん、やっぱりエス君それ全部落ちちゃってんじゃん。うわー。エス君それさ、基本的なマネキュアの使い方が分かってないんじゃない？先にハケをここで当てて、インク落としてから塗るんだよ。うん、あ、こういうこと？そういうこと、そういうこと。そういうことしないとマネキュアって多分すごい落ちちゃうよ。いや、もうし、落ちたけど、ね。やばいな、それやばいな、ほんとに。俺もう目はこれ以上触らんわ。触らんほうがいいな、それ。固まることを祈るわ。やばいな、でもなんかもっこりしてるよ、もう。やばいやばい、それ固まるの結構時間かかるよ、そのもっこりは。これまで画面で見ると、なんかいい感じだわ。気をつけな、多分ね、時間を変えも、この撮影時間内に固まんないと思う。マジ？マネキュアそんな早く固まらん。うわー、俺もういきなり失敗した。やる気失せたー。なんか今回は色塗り企画だったけど、だから後日なんか改めて線画からもう全部引いたやつだけでやるっていう企画も撮りたいですね。めっちゃ厳しそうだな、それは。ねえ、なんかきっとガラスペンとかさ、あとビッグ鉛筆とかいろいろあるのよ、線描くのに使えそうな画材が。はいはい。だからそれらを使ってちょっと描いたらどうなるのっていうのが気になるよね。だから引いたやつだけでしか使えないみたいな。やばそうだな。あと今回出なかったけど、インクキットとかもあるよ。自分でインクを混ぜて作るっていう。あれで。それはさ、結構大変だけど、あれでってと自分でオリジナルの好きな色作れんじゃん。うん。それはちょっと楽しいよね。まあ、ちなみに皆さん、一個一個今言った画材気になる方はね、過去の動画を見ていただけると、いろんな画材を使っているところが見れますので、よかったら参考に皆さん見てみてください。はい。気をつけな、ね、コピックとかね、私もさっき100均マーカーもだけどね、使ってるとね、やっぱりね、色塗りに適しすぎててね、うん、永遠にそれだけ使って塗りそうになるよ。これ明らかにやって綺麗に見えるもんね、これ。これの審査対象としては、いかにバランスよく3つの画材を使ってるかも審査対象だからね。そういうこと？そういうこと。もちろん1個の画材だけで塗ってるな、ほぼみたいなのは、やっぱりちょっとそれはさ、マイナスよ、減点。言っとくけど、今俺の方が有利だよ。俺だって全部使ってっからね。いや、私はまだちゃんと脳内で今シミュレーションしてんだよ。レインボーマーカーが出てくる工程を。ここにつけんのか！うわぁ、俺鼻の上につけちゃった筋みたいの。何これ？え？何この線は？影？うん、鼻の上に影ある。新しいね。新しい。それって多分ね、女の人が化粧で言うとこの白くするとこだね。明るく見せるときに顔を。逆だったのこれ。逆にここに黒く塗る人初めて見た。攻めてるよ、攻めてる。やらかした。そっちか、つけるの。で、なんか最近はメイクでカラーの眉毛が流行ってんだって、カラー眉が。だからカラーの眉にしとくわ。マジで？マジで。今最近の流行はピンク眉とかパープル眉とかさ、カラー眉なんよ、うん。じゃあ俺緑にしよう。え、それは初めて聞いた。じゃあ私はレインボーアートも使っていきたいと思います。ついにか。ついに、ちょっと待って、水こぼさないでしなくちゃ。お、やっぱいいね、色。あ、かわいい。今ちょっと私2色混ぜたら、なんかいい感じ。かわいい。やっぱいつもながらだけど、うん、髪がこうやってなってるわ。こうやって。うねうねしちゃうってことでしょ。ね、S ななぜか知らないが多分インクを大量に塗料してるんだよね。多分それでだよね。髪がうねうねしてる。いつも以上に。これもう覚えたんよ。この間、ドットマーカー、新本先生が、やっぱ白いところを残さなきゃダメだったんですよ。ああ、そう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 。それを俺はもう今回は存分に発揮してやろうと思って。うんうん。使ってやるぜ、まったくよ、ね、まあ、結構高級のハイブランドがこういう模様の出してるから、ね、これまたね、またそれをやるからさ、どんどん色がなくなっていっちゃうんじゃないの。白はなくなっていくけど、うん、そうそう、ほら、だんだんほら、ドットなくなってきちゃった。存分にシンディちゃん緑にしてやろう。しかも同じ色使うからより分かんなくなってるじゃん、マジって。そういうこと？そうそう、違う色混ぜないと。もっと早めに言ってくれよ、そういうことは。ほら、だん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 、またいつも通りの全部類似されたい。髪がこうやってなってきたから。きっしょう、この服。ドットマーカーはね、こういう使い方もできるんだね、みんな。ああ、まさしくマーカーとしても塗れるからね。してね、これはね、いいとこ見てごらん。
マーカーよりも一気に塗れるっていうスタイル。まあ確かに広範囲塗れるよね。広範囲塗れる。これがマジもう最強よ。はい、こちら私新本が、レインボーアート100均のアルコールマーカー、ビッグマーカーを使って色を塗ったイラストです。はい、まあ具体的にどこに何を使ったかと言いますと、まず肌色をね、100均のマーカーで塗りました。まずここはちょっと一番出しづらい色だったので、一番繊細なやっぱ色が出るアルコールマーカーで塗りました。まあ普通は塗るよね、したら。うん、そうそう。で、次はですね、髪の毛をこのビッグペンで塗りました。はい。シンディちゃんの髪に2色。うん。エス君の髪に1色で塗りました。いいね。なんか俺わかんないわ、普通に。で、他の細かいところも結構この、まあ、ビッグマーカーで塗ってます。このピンとか先生のやつとか、ね、まあ、ビッグマーカーの方がやっぱどうしても筆じゃない分ムラになりやすいけども、まあまああの色は綺麗だったし、あと匂いがいいっていう感じですね。でも全然綺麗に出てるけどね色、うん、最後はですねこのレインボーアートに持ち替えて、まあ大体残りを塗りました。いやめちゃくちゃ綺麗ね、色出てる。やっぱこう色のにじみを楽しむもんだから、うん、やっぱここの服とか、あとあえてこうにじませてこうくる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 ちっちゃい筆を回してこのドットの模様を、よくこれ作ったね、これあの太いペンからよく作った、うんうん、作ったりしました。まああとはちょっとこの辺ちょっとニュアンス的な感じで、ね、はいはいはい、色を入れたりとか、で最後もう一回締めにですねアルコール、うん、インアートマーカーに戻ってきます。はいはい。で、影を塗りました。アルコールマーカーのいいところは、やっぱ他の画材と合わせても滲みにくいっていうところだから。うん、で、まあ、こう影を後から塗っても滲まず綺麗に影が入れられたかなと思います。影なんか入れやがって。全体的にふんわり可愛い。なんかすごいいいイラストできたと思います。はい。じゃあ、S くんの方見ていきましょう。はい、こちら S くんが色を塗ったイラストです。はい。僕はね、ドットマーカーがちょっと多めになっちゃったんだけど、うん、なんかこう使ってんのはめっちゃわかる。わかるでしょ、うん、でも実はよく見るとドットマーカー部をめちゃめちゃ使ってて、なるほど。俺もシンボス先生と同じで、うん、まあやっぱもうコピックが出たから、うん、やっぱり肌はコピックで、菅の俺でも塗ってやろうということで、うん、まあ、肌はやっぱコピックに塗りました。うん、で、ちょっとね、このね、S くんの目、これも触ったらもうアウトなんだけど。みんなからわかるかな、もうめっちゃもっこり。もっこりしてんよ、ここ。これを。これはね、触ったらもうアウト。やばいでしょ。あと、シンボ先生もこのピンクのやつで。それはね、めっちゃわかるの。人にテカってんのよ。キレキレ、キレキレ。うん。で、あとちょっと緑もマニキュア使ったら、うん、ドス黒、ちょ、俺、これ失敗。完全に失敗ね。ミスって。でも、あとここの、S くんの髪とか、シンちゃんの髪もよく見ると、実は、コピックと、あのドットマーカーを2色を使ってなんか色塗ってんのよ。なるほどね。まあ、時短作業だよね、もはやね。ドットマーカーって太いとこ塗れるから。うん、それで残りをコピックで塗るって時短作業だよね。時短作業だけど、俺はシンモン先生より時間かかせよ、今回。そうだね、そうだね。じゃあ全面塗ってるかなと思えば、ちゃんと。やっぱ、コンセプトとしては全面塗るだから、俺の。なるほど。まあ、それはいいと思うよ、すごく。で、あと服とかも、とりあえずドットマーカーで、つけて。この辺はいいよね。ドットマーカーの良さが出てる。そうそうそう、このドットが出てるから、ね。しもせ、ね、白いところをドットマーカー残せ。残した方がいい、残した方がいい。っていう、そのドットマーカーの企画やった時に、やっぱアドバイスもらったから、それを活かした。うん、ああ、いいと思います。すごいいいと思います、それは。で、空と、なんかこう、何草みたいなイメージ。に交わる二人。交わる二人って。コンセプトで描きました。まあなんかオレンジの S くんがすごい映えてていいなと思う。はい。はい、ということでね、まあ久々ちょっといろんな画材を思い出す企画にもなったと思いました。うん、はいはいはい。あ、そういえばこれこんなんだったわ、みたいな。あ、でも結構俺、その画材を使った後に言われたことを理解して、ちゃんと学んでる気がする。あ、すごい。なんかそれぞれの画材の詳しい情報が知りたい人はぜひ過去の動画を見ていただいて。はい。まあでもこうやってね、やっぱ組み合わせていくのが最終的には絵の面白いところじゃないかなと思いましたので、皆さんもよかったら自分なりにね、いろんな画材を組み合わせて自分らしい絵を描いてみてください。はい、ただやっぱ、俺ほら、髪見てみ、俺すっげえふにゃふにゃないよ、ほら。そうなんだよね。あれ、こうやって見るとよくわかる。ふにゃふにゃでしょ、ほら。これはもう S くんが、別に画材が悪いじゃなくて、S くんがもう、すごいインクを髪に乗せすぎてるっていう、ちょっとやっぱインク過多な状態ってことだと思うね。ということで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎太郎。お疲れ様でした。バイバーイ。